先日のアメリカ演説の時に初めてなでしこジャパンという形で選出させていただいて、すごい緊張と不安でいっぱいで、なんかもう全部が初めてだったんで何していいんだろうみたいな不安がずっとあったんですけど、そういう時に永里と結城さんと同じ部屋でちょっと不安な言葉とか公募した時に、その慣れている私たちがあとはサポートするから、なんかそのちゃんたちがなんか全力で思い切って自由になったらいいんだよって肩叩いてくれてめっちゃ若手で初めてでもなんかすごい居やすい雰囲気を作ってくださって、そのベテランの方たちがで結構楽しく過ごすことができました。人見知りなんですけど、結構みんながこうやってなんか輪っかを作ってくれて、で結構親しみやすくやらせてもらいました。自分の評価としてはすごい全然できなくて何も相手に通用しないなっていうので、すごい悔しい気持ちでが残りました。やっぱりアメリカ遠征でアメリカと試合を実際した時に全然落ち着いてボールが持てなくて、全部慌てて空回りしてミスしたりとか、もうちょっと落ち着いたら前向けて仕掛けれるのになんか慌ててパスしたりとかあって、そういうところをもうちょっと落ち着いてプレーしたいなと思いますし、ラマンがアンダー23で行った時に初ゴールを決めれた相手がスウェーデンなので、スウェーデンという同じ相手で一回ゴールを決めれたらなと思います。もしやっぱり出させていただけるのなら、やっぱりゴールは目指して積極的にプレーしたいですし、前線からのハードワークと裏への飛び出しは継続してやりたい。